ねえねえマリサ、今日本国内で軽自動車を除いた乗用車で一番売れている車は何？軽自動車を除いた車なら2020年から去年までトヨタヤリスが一番売れてるぞ。ああヤリスね、1000cc からハイブリッド、GR ヤリスまで隙間なく幅広いわね。ヤリスはトヨタのエントリーカーだ。ヤリスの前は何か知ってるか？ヤリスの前はビッツ、その前はスターレット、その前はわかりません。スターレットの前はパブリカだ、パブリカ。初代はセダンを中心に最初は質素だったが、トヨタの意地でトラックアリーノ、コンバーチブルアリーノバリエーションを増やしていくが最初の粗末なイメージが拭えず。2代目はカモシカのような車でアピールしたんだが結局、お兄さんのカローラの陰に隠れて世間での評価はイマイチだった。カモシカでアピールするってかっこいいのかしら、なんだか微妙。パブリカって2代目もしくじったぽいね。そう決めつけるのはまだ早いぞ。それはあくまで街中での話でサーキットでは大変貌するんだ。何よそれ？ザ・ツーリングカーって感じ、めちゃくちゃ昭和臭がプンプンする、かっこいいじゃない。ライバルサニーとの間で仁義なきツーリングカー戦争を巻き起こすんだ。市販されてない DOHC ヘッドを投入したりやりたい放題、メーカーの代理戦争をしてたんだ。それは面白そうね、2代目パブリカについて詳しく教えて。了解、よし今回は2代目トヨタパブリカを、ゆっくり解説していきます。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。2代目パブリカがデビューしたのは1969年。2代目は初代の失敗の反省を改善して発売された。初代の失敗ってどういうこと？初代パブリカが発売されたのは1961年、政府が出した国民車構想案に対してトヨタが出した回答だった。国民車構想案って時速100キロ以上、4人乗り、時速60キロでリッター30キロ走れて、価格25万円以下って役人が出した無理難題の案ね。そうだ、それでも各メーカーは自動車開発において主導権を握ろうと自分たちの技術の粋を集めた車を発表する。トヨタは強制空冷水平対向2気筒 OHV700cc のエンジンを600キロのボディに搭載した FR 駆動の4人乗り2ドアセダンのパブリカを発売する。強制空冷水平対向2気筒 OHV って珍しいレイアウトね。フランスのシトロエンに CV を参考にした、2CV のレイアウトがフラットツインだったんだ。けど失敗しちゃったの？結果的にそうだった。価格は38万9千円と軽自動車並み、もしくはそれ以下で性能的には高性能だったが、装備があまりに質素だった。大衆は車に夢を託してたのね。装備を省いての低価格では納得いかなかったんだ。フロント周りも61年とはいえちょっとお粗末。その後、マイチェンでコンバーチブルまで投入してかなりテコ入れをするんだが、税金も高いし車検もあったからな。その反省を踏まえて66年に発売したのが初代カローラ、プラス 100cc の余裕のキャッチコピーと50万円を切る低価格ながらデラックスな装備で大ヒットする。一般大衆の夢を叶えたんだ。1100cc のカローラの大ヒットにより大衆車の主力はカローラとなり、2代目パブリカのターゲットは若者。20代の若者のエントリーカーとして登場した。ちょうど、1947年から50年生まれの段階の世代をターゲットにしたのね。スタイリングはスポーティでコンパクト、キャッチフレーズはカモシカ、カタログにもハイウェイのカモシカと呼んでください、と書いてあった。カモシカはシカ科ではなく牛科に属するんですって、警戒感を表現したくてカモシカにしたのかしら、なんだか弱々しいよ。カモシカというよりコアラの方が似てると思うわ。シャーシーは初代カローラの有用紙全長約15センチ、全幅約4センチ小さくし、エンジンは直四 OHV1100cc の KB 型73馬力、直四 OHV1000cc の 2K 型58馬力、水平対向2気筒 OHV800cc の 2UC 型40馬力の3種類を用意。後に 1200cc の 3KB 型77馬力を搭載する。ボディ形状は2ドアセダン、バン、ピックアップトラックのみ。今回はコンバーチブルはないのね。六角形の個性的なグリル、三角窓を排しすっきりとしたウィンドウは全面曲面ガラスを使用。テールランプはサイドまで回り込んで大型で力強く視認性も高い。前期型の室内は至ってシンプル、正面には 160km、両脇には燃料系と水温系。全長3670全幅1450全高1380ホイールベース2160車両重量690kg サスペンション前ストラットコイル、後ろリーフリジット。タイヤ 155SR12、ブレーキ前ディスク、後ろリーディングトレーリング。70年にマイナーチェンジを受け、排出ガス規制対策としてブローバイガス還元装置が付けられる。いよいよ排出ガス規制の魔の手が押し寄せてくるのね。正面から見るとすごく愛嬌がある顔してるわ。
72年には大規模なマイナーチェンジを行い、ノッチバック風からファストバック風となり、居住性はそのままにスポーティーなスタイリングを手に入れる。それに伴い全長が5センチ長くなり、800cc エンジンは冬場のヒーターの効きが悪かったからか廃止された。インパネも2連メーターで新しい雰囲気に。この頃になると車はどんどん売れ、ユーザーの好みも多様化し、トヨタは新たに新車種を増やす。73年4月には上級派生車としてスポーティーな2ドアクーペのパブリカスターレットを発売。スターレットの意味は小さな星。このロングノーズファストバックの砲弾型フォルムはイタリアのデザイン界の巨匠ジョルジェット・ジュジアーロの作品で曲線を基調とし、その後の曲線基調デザインの走りとなる。日産チェリーの対抗馬としてぶつけてきたのね。ボディサイズは全長3790、全幅1530、全高1315、ホイールベース2265、車両重量740kg、駆動方式 FR。エンジンは直四 OHV 1200cc 2バレルツインキャブの 3KB 型77馬力を搭載。インパネは6連メーターでドライバーをその気にさせるデザイン。73年10月には4ドアセダンを発売し、その時から社名のパブリカが外され、スターレットのみになるのよ。78年には2代目スターレットが発売され、乗用車モデルは生産終了。ピックアップトラックは後継車がなく88年まで販売され生産終了する。スターレットの人気はパブリカをしのぎ、パブリカの社名は2代目で終了して、その後はスターレットに引き継がれることになるのね。2代目パブリカ、パブリカスターレットの販売台数は約32万台。そして、パブリカには会社が違うが、兄弟社があった。67年にトヨタの傘下に入ったダイハツのコンソルテ・ベルリーナだ。社名の意味はコンソルテはイタリア語で仲間、ベルリーナもイタリア語でセダンの意味。なんだかメガネをかけてるみたいね。パブリカはコンソルテと共に、ダイハツ池田工場で生産されていたんだ。だがダイハツにも意地があったのか、エンジンはトヨタの 2K2U エンジンではなく、当初はダイハツコンパーノに搭載されていた FE 型58馬力4気筒 OHV 1000cc が搭載されたが、2年後にはトヨタの 1200cc の 3K 型68馬力が搭載される。73年にはパブリカスターレットと時を同じくして2ドアクーペが発売された。販売期間は約8年間で生産台数は約16万台。そろそろ、昭和臭がプンプンするツーリングカーレースのことを教えて。富士のグラちゃんシリーズって知ってるか？71年から89年まで行われていた GC シリーズのことよね。そう、その前座レースで 1300cc 以下の特殊ツーリングカーシリーズのことをマイナーツーリングカーレースと呼び、街中を走る市販車を街のチューナーたちが作り上げたマシンで毎戦熱いバトルが展開されていた。その中でも74年から82年までは白熱したバトルが繰り広げられた。参戦マシーンは？スターレット、サニー、シビックなど。もともとはパブリカカローラが早かったが、70年に B110 サニーがデビュー、勢力図を書き換える。すると73年、ワークストヨタが反則まがいの暴挙に出る。OHV ヘッドのスターレットの 3K エンジンのヘッドに、ヤマハ製16バルブ DOHC のスペシャルヘッドを取り付けた 137E エンジン185馬力を搭載し参戦してくる。しかも軽量なマグネシウムパーツも投入。何考えてるの？そんな改造が許されるの？ちなみにサニーは何馬力？50セット生産すればオプションとして公認パーツとして扱われた。もちろんレースでは圧勝する。サニーは直四 OHV でせいぜい140馬力。その後、オイルショックでワークストヨタが撤退した2年後の75年にワークスマシンを東のトムス西の桑原に放出、75、76、78年とチャンピオンに輝くんだが、プライベーターサニー軍団はチームを組んで逆襲に転じる。インジェクション、カーボンロッドなどエンジンはもちろん、シャーシーも徹底してチューニングが行われ、サニー軍団はスリップストリューム合戦でなんとか、スターレットに直線で追いすがりラスト2周で1対1の混戦勝負に持ち込む戦法を編み出した。駆け引きで勝負が決まる、クロート好みの渋いレースね。さらに78年になるともう1台主役が参戦してくる、ホンダ社内のクラブチーム、チームヤマトシビックだ。ツボにはまると抜群の速さがあった。FR、FF、2ボックス、2ドアクーペ、DOHC、SOHC、OHV、三者三様の個性があってレースが成立していたのが素晴らしいわ。自分のマイカーが毎回白熱した激アツバトルを繰り広げるんだから人気が出るのもうなずけるぞ。これぞ、箱車のレース。中古車検索サイトで2代目パブリカ、パブリカスターレットを検索したところ4台にヒットしました。2023年10月現在。
パブリカが3台、パブリカスターレットが1台、パブリカは3台ともエース系、パブリカスターレットは支払い総額で約260万円でした。興味のある方は覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。